アメリカの不法移民の問題なんですけれども、うん、かなりやばいという、ね、MS-13 エルサルバドルのそのギャングのグループがアメリカと同盟を組んでる、同盟を組んでるバイデン政権と、ごとありすぎ、ごとありすぎ、警察も殺せる、衝撃的な内容。こんにちは、カズです。こんにちは、マックスです。越境 3.0。 はい、マックスさん、こんにちは。こんにちは。はい、元アメリカ海軍情報局、そして軍事評論家、 YouTube チャンネル軍事歴史がマックスわかるのマックス・フォン・シュラーさんです。マックスさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカの不法移民の問題なんですけれども、うん、まあ、その中でも、まあ、エルサルバドルの人たちかなりやばいという、今ね、あのこういうのエルサルバドルがこういうギャングがあるんですよ。 MS-13 がもっと前から北米に入ってます。アメリカに入ってます、うん、かなりの人数入ってきてるでしょ。かなり入って人数もやばいんですけど、ですごい暴力的なギャング、凶暴相当恐ろしいらしいですよ、エルサルバドル。今不法滞在の意味の中でベネズエラのゲーム、うん、これトレンドアルゴア、トレンドアルゴアっていうのグループで今同盟組んでるんですよ、アメリカで。まあ、だから言ってみれば日本のヤクザみたいなもんでしょ。そうだから、ベネズエラと、エルサルバドルのそのギャングのグループがアメリカと同盟を組んでる、同盟を組んでる、バイデン政権とね。で最近もね、あのシカゴの市内ほとんど食料店がなくなってる、食料買えるところ、ごとありすぎ、ごとありすぎ、うん、で、あの自分の近所に場所がなくて、じゃあ片道1時間、うん、バス乗るんだって1時間、運転だったらさ、まあ、15分、30分ぐらい、うん、自分の車だったらかかる、うん、食料買えるところ、もうなくなってるんですよ。で、だんだんその郊外の方に移動されてる。で、あの私、最近、の本の中で、うん、それ書いてないけれど、うん、あ、本当に最近急にこの本もね、出版してから、あの、吹いてるよ。私がこう考えてる、内戦で始まるの方は、大都市の強盗からじゃないから。大都市の強盗が原因で内戦につながる？郊外の方に行く。で、郊外の方はね、まだね、白人が多い町。だから郊外の方とか田舎の方は、共和党支持者でしょ？共和党支持。で彼らは民兵組織として武器を持ってるでしょ。持ってる。で、大都市を強盗している不法移民たちはもう大都市ではもう盗むものがなくなって物気の殻になっちゃってるから、だんだん郊外の方に移動してるってことでしょ。そうそう、だんだん移動されてると、で小村の方は大都市の中の特に最初老人とかなんかね、とかなんか体が悪い人たちとかなんか、うん、でこういうこともあったんですよ。あのボストンあのウォールグリーンのチェーン店がありますね、うん、でこれも薬屋さん、もう日用品とか薬屋さん、ドラッグストアだね、ドラッグストアね、うん、全部クローズしてる、全部で、あのアメリカでこういう4人の民主党の議員、女性議員がいる、一人アヤナ・プレスリーがボストンから、うん、で彼女がこれなんでクローズするの方はレイシズム、差別主義で、お店を閉めたら人種差別ですね。でそれでその黒人グループ、教会のグループが、クリスチャン教会の黒人教会、裁判かけてるんですよ、ウォールグリーンズに。1000万ドル払いなさい。何それ。だってみんな薬が必要。え、だってさ、強盗起きてたら店なんか営業できないじゃん。で、シカゴの市長、あの彼が本当に急進的な黒人の市長ね、彼がこういう解決、シカゴが自分 CA の食品って言います。そうだ。それ一つ、うん。あともう一つは、奴隷時代の奴隷制の損害賠償の金を払えば、犯罪が消える。奴隷制の損害賠償、そう。これは あるんですよ、そのアメリカ、こういう運動。奴隷制って黒人に、ね、ずっと自分の戦、昔の奴隷制の話、そう。昔の奴隷制の、南北戦争のこの奴隷制の損害賠償1865年で亡くなったでしょ、アメリカで。だから今生きてるの黒人一人もその経験ない、うん、でもそういうような自分の戦争がどれだって、うん、じゃあお金もらうんですよ、国からの話すごいな。でキャリフォルニア一応住民票あったんですよ、うん、で2対1でダメだった、うん、2対1ダメだった。でまあそういうシカゴの市長がそういう解決と思ってる、もう完璧、はっきりファンタジーの世界にいるんですよ。なんか行かれちゃってますね。ね、イカレポンチですよ。で一つね、あのこういうシステム作ってるんですよ、シカゴで。スポットファイっていうのなんかみたいな、コンピューターで銃撃があるとどこです、どこの近所にあったとかすぐ分かる。ですぐ警察を出せる、うん、アメリカ、シカゴは北部はほとんど白人、西はほとんどラテン系、南はほとんど黒人、うん、
でも黒人にありすぎ、黒人のところにありすぎだから、うん、寂しい、レイシズムって言うんですよ、うん、ちょっと待てよ、はっきり黒人が犯罪やってるんですよ。警察がいる、警察が圧迫主義とかなくになると、うん、もうダメですよ。そしたら今度警察がなんか捕まるもんね、またね。警察がなんか攻撃されたりするもんね。危ない。殺されたりするもんね。そうそう。で、警察も殺する。この間、どこだっけ、あの警察官が不法移民にめったくそにやられてた。ニューヨーク市。ニューヨークだ。で、その人たちは、あのゲームですよ。MS-13。あ、それ MS-13 なんだ。分かってるんです、今。あー。で、彼らはもう警察官ボコボコに殴っといて、すぐに釈放。すぐに釈放。釈放、保釈金で。数時間、2、3時間。2、3時間で。で、彼らはカリフォルニアに行っちゃったっていうね。もうカリフォルニア。逃げちゃった。で、それで彼らは、なんだっけ、フロリダかなんかに行って、豪華な生活してる。そう、フロリダの方は一応暖かいところあるけれど、でもフロリダ、法律が厳しい。うん、捕まらなかったら刑務所に入れちゃうよ、うん、まずね、裁判までね。で、刑務所出るにはなんかお金払わなきゃなんないからフロリダの法律だと。でもニューヨークの法律っていうのは保釈金いらないんだよね。いらない。すごいことになって、だからみんなニューヨーク犯罪やるならニューヨークに行けと。ね、で、それで贅沢な生活はフロリダで、金がなくなったらじゃあニューヨーク戻って強盗して、ね、で、お金を貯めてフロリダに行って贅沢三昧暮らしをして、うん、またお金がなくなったらニューヨークに戻って犯罪やるっていうね。で、問題はね、今シカゴ見てると結構食料もなくなる。OK、皆さんよく聞くわかんないかもしれないけど、私シカゴ生まれ育ちだから、あと近所ね、育ちね、冬はマイナス20ぐらい、寒いですね、寒い、うん、でもこれがだんだん暖かくなる。で、これがだんだん暴動も起こるんじゃない。ああ、春ぐらいで、もう春から昨日の夏見て、いろいろあちこち暴動を起こして、うん、シカゴの場合は警察何もしない、ただ拡大しないように一応線作ってる。こういう数字があるんですよ。先週ね、457台、457車が盗まれた、先週。457台盗まれた。でもそれってどうやって盗まれた？ちょっと前、1年間457台ぐらい。で、先週、1週間でもう本当に増えてるよ。はぁ、すごいね。ね。うん、あのシカゴといえば、あのタッカー・カールソンさんが、うん、あのプーチンさんにインタビューする前に流してたビデオで、うん、シカゴのお部屋空港にあのタッカー・カールソンのチームがテレビカメラを持って入って、お部屋空港の中もみんなあの黒いカーテンでね仕切られて、このカーテンの向こう側には何があるんですかって入ってったら、ものすごい異臭で不法移民がその床で床でその生活をしているというね。あれやばいですね、あの映像ね。あれやばいよ。だからそういうの住んでる人たちはもうそれで我慢しないよ、うん、もう物盗んでとかなんかですぐ銃を手に入るから、ね、で、これからアメリカの内戦がそこで始まるかもしれない。そう、その郊外の方に、で、警察は足りないし、郊外の町は小さい、税金も小さいから警察も本当に少ないから、うん、じゃあ民兵組織、2020年にあのジョージ・フロイドが死んでからね、殺されてないんですよ、死んだんですよ、麻薬でね。で、あちこちアメリカ暴動はあったんですよ、うん、でもいろんな町がお金出して民兵組織、私の店の前に立ってくる人でみんな銃を持って前に立って、それ問題ない。だからまあ自分たちの町を守るためにみんな自分のお金で武器を買って で軍備をこの装備して防弾チョッキも買って、うん、軍事訓練までみんなでやってんだよね。やってる。いつ戦争起きてもおかしくないようにっていうか、もう戦争やるためにね、今、まあ、共和党寄りの、まあ、民兵組織、約300個あるんだっか。300の組織があると、私の予想、それともね、30万人ぐらいいる。人数にして30万人、組織にして300個の民兵組織があると。うんうんうん、で、それらが今動き出す寸前まで行って、もうあの、レッド・ホワイト・ブループリントなんかは、もうやる気満々だもんね。これはね、カリフォルニア州の一番危険なところ。で、カリフォルニアはいつも例えば選挙で、ブルー。うん、民主党。しかし地理的に本当にサンフランシスコからロスまでの海岸から中に100キロぐらい、うん、それしか左ではない、うん、あと中の方は全部赤、うん、共和党、共和党なんですよ、みんな保守的で、北の方もね、あのカリフォルニアからもう離れたい、うん、離れたい。そういう人たちが今戦う準備をしていると。レッドホワイトブループリントの YouTube はぜひちょっと検索してご覧いただきたいと思います、うん、もう本当に彼らはいつでもやる気満々、ね、そのやる気満々の人たちが今度この内戦という形でアメリカは崩壊していくんじゃないかということで、マックスさんが出したこちらの新刊、アメリカ人が語る内戦で崩壊するアメリカ、
こちら新刊なんですけれども、もう発売前に増刷がかかったというぐらい大人気で、今まずアマゾンベストセラー第1位になっております。内容はもう本当にね、衝撃的な内容、もうやばいです。こんなアメリカ、俺たちの知ってるアメリカじゃないだろうっていうね。違います、違います。とっても変わりましたよ、うん、結構人が初めてこの本出してる、大体この話は7年前に出してるけど、言い過ぎじゃないか、何言ってるの、あなたアメリカ知らない、いや一応もらうかもあるんですよ、アメリカ人ですからね、シカゴ生まれのアメリカ人ですから、ね、これがね、でもね、そうなってますよ、進化してますよ、うん、進化してますよ、相当進化してます、相当進化した。こちらの改訂版の本、うん、ぜひ読んでみてください、うん、ということで、本日はマックス・フォン・シュラーさんでした。マックスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新してます。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。